四季折々の自然を楽しめる三景園のすがすがしい新緑と恋の大群、咲き誇る1万株のアジサイとは。中央森林公園でサイクリングを楽しんだ2人が次に向かったのは、新緑が綺麗だね。すごい気持ちいい。この三景園は中央森林公園の施設の一つ。広島の自然をモチーフにしており、広島の山、里、海の3つの風景にちなんで名付けられました。そんな三景園でもうすぐ見頃を迎えるスペシャルスポットがあるんです。みんなすごい取り合いこの迫力満点の餌やりはかなりの人気で、なんでも三景園にはこんな大きな鯉が600匹もいるそうですよ。三景園は四季折々の自然が織りなす景観を楽しめますが、鮮やかな新緑を感じられるまさに今の時期がおすすめなんです。あ、梅の木？梅？これが梅干しになるんだ、広島県内産の自然石と空港工事で出てきた石を利用することで雄大な景観を作り出せたんです。6月13日土曜からは100種類1万株のアジサイや菖蒲が見頃の花まつりが開催されます。その様子がこちら。ここがもうすぐ見頃を迎えるアジサイが咲き乱れるスペシャルスポットなんです。美しい景色を堪能した後は甘いものが欠かせません。抹茶を一服。日本の味っていう感じがします。うん、楽しかったね。そろそろランチ行かない、うん、この三原おやつ散歩に乗ってる、ここ美味しそうじゃない？フォーシーズン、うん、行ってみよう。